ではこれからぬえ鏡のセッションを始めます。プレイヤーの皆さんは自己紹介をどうぞ。安田でやんす。メートリクスだ。竹見和知だ。いやー、平安らしいキャラだ。なんたって竹見和知だからな。お前竹見和知じゃなくてそうだろ。何言ってるんですか、竹見和知ですよ。マイティ、竹見和知ですよ。そうだろ。いやいや、これが動画や音声だったら立ち絵があって、そう、だろ。っていうのもわかるけどこれはお布施だよ。さらにキャラ氏にも絵は描いてないからそうと断言するのはおかしい。じゃあそのハンマーなんだよ。これはトスカの剣だよ。嘘つけ。何を言うか、心が清らかじゃないと持ち上げられないんだぞ。そうじゃん。失礼な、俺はオーディンの息子だぞ。完全にそうじゃん。そういや安田なんてメガネ族にいたっけ。いないよ、マルタならいいかなって。さて、今回は B 級かなー、C 級かなー。 A 級だろ。そうそうたるメンツが揃ったからな。一人なんか違うのが混ざってるけど、まあいいや、シナリオ、花さそぐ庭の雪ならで、始めまーす。皆さんの現在の状況ですけど、とりあえず平安京ってのはわかるよね。どこかの世界線とは別の世界線なので、朝廷存在するので、じゃなきゃこのシナリオ崩壊するので、あと NPC として滝夜叉姫と神聖がいます。で、滝夜叉姫は神聖と同盟を組みながらも、足並みが整っていない状況です。この二人は都の各所に封じられた土蜘蛛を、聞き覚えのあるセリフだ。同時かつ多発的に復活させ、朝廷を襲わせるという転覆計画を実施しようとしていた。ある者は協力し、ある者は立ち向かう。果たして平安の運命はいかに、そんな感じのシナリオです。最初のシーンは神聖とその配下が土蜘蛛復活の儀をしようとしているところです。神聖さんがおたぎ上げして儀式してます。システムオールクリア。土蜘蛛召喚いつでも始められます。おい、何カタカタやってんだ。よくやった。土蜘蛛を呼び出せ。出た。平然は土蜘蛛だった。親切。で、他に神聖側っぽい人。あ、ハンドアウト確認してなかった。竹見和知の道しるべ、あなたは、都のとある貴族に仕える使用人であり、その正体は妖怪である。妖怪なりに、あなたには守るべき家族がいる。人間の姿に化けて暮らすうち、人と愛し合うことを知ったのだ。だが聞くところによると、主君は神聖に命を狙われているという。あなたは、人と妖怪が共に暮らす今の都を気に入っている。神聖は、我が主君を屋敷ごと焼き払うつもりらしい。主君と、この平和な暮らしと、そして何より、家族を守りたい。目的朝廷転覆計画から家族を守る。神聖に主人が狙われてるので敵ですね。じゃあまだ現れていないでしょう。ここはどんな道しるべ。安田の道しるべ、あなたには温かな家族がいた。魔界と化した都であっても、ささやかな日常があった。だが、すべては奪われた。神聖一派が企てた要人暗殺計画に巻き込まれ、家族は家ごと焼かれてしまった。人の手に都を取り戻す、それが何だというのだ。大義のためなら弱き者を踏みにじってよいというのか。再び、神聖が朝廷転覆のために動こうとしているという。今こそ奴を倒し、陰謀を打ち砕かねばならない。目的朝廷転覆計画を阻止する。敵側ですね。だから多分いないでしょ。で、オツ。オツは T 戦でしょ。T 戦の道しるべ、アバタはかつて堅実に暮らしていた武士であった。カノランを境に、すべては変わった。人の世は終わり、今日は妖怪が支配する都となった。その戦乱の中、妖怪に片腕をもたれながらも、あなたはなんとか生き延びてきた。妖怪は許せない。どんな小妖怪であろうとも、所詮人とは相いれぬ。ある時あなたは朝廷転覆を企む滝夜叉姫、そして神聖の噂を耳にした。滝夜叉姫を利用し、神聖に取り入れば、領中を支配する大妖怪を倒し、都を人の手に取り戻せるかもしれぬ。どんな犠牲を払ってでも、今の朝廷は倒さねば。目的朝廷を倒す。待て、何かおかしいぞ。何もおかしくはない。何がおかしいんだい？完璧な流れだったじゃん。人の世は終わってスカイネットに支配された。まあ、片腕もたれても液体金属だし。未来では土蜘蛛のことをスカイネットと呼ぶ。ああ、ネットってそういう。とりあえず今未来から呼び出されたと。成功だ。これが土蜘蛛。違います。ジュンコナーはどこだ？ジュンコナーは賜物前として朝廷に潜んでおります。今こそお力を。私はジュンコナーを殺しに来た。セリフないけどこれロールプレイのために喋らざるを得ないやつ。じゃあなんで T 戦にしたんですか？確かに。メイトリクスがいたばっかに。まあ、なりきりじゃないし。メイトリクスはここにいるの？道しるべ的には。メイトリクスの道しるべ、あなたは、滝夜叉姫の一派、信仰軍の一員であり、滝夜叉姫と共に朝廷を倒すべく戦っている。そのために弱き者を犠牲にすることもあった。だが今は少し疲れた。頭脳派のあなたから見ると、滝夜叉姫の計画はいつも粗雑で、効果的な戦略とは思えないのだ。
近頃、滝や社姫は新西と協力して、大規模な朝廷転覆計画を実行しようとしているようだが、まだその時ではなかろう。逆に、我々の一派が一網打尽に打たれてしまう可能性も高い。あなたは滝や社姫のやり方に疑問を感じている。目的朝廷転覆計画を阻止する。どこが頭脳的なんだ。滝や社姫の計画は良くない。ソ連式の方が能率的だ。まあ滝や社姫側なのでこの場にいてもおかしくないでしょう。同盟結んでるし。じゃあ皆さんに川転覆新日の横に来いとして立っている。もうメイトリックスじゃねえじゃん。ターミネーターの方が能率的だ。右手にライフル、左手にナイフ。混ざってる。川転だけど下は軍服。テーマもターミネーターとピコリのテーマが同時に流れる。ごちゃ混ぜじゃねえか。じゃあここで判定に行くんですが、出てない二人は何してる？大丈夫、今から出る。出るの？空から雷が落ちる。そして雷と一緒に登場。じゃあオイラも登場するでやんす。すみません。野球人形の納品に来たんでやんすが。その野球人形に雷を落とす、すると、その電撃で野球人形が起動する。アベンジャーズにじゃねえか、いるんだろ。とりあえず一発目の判定行きます。次回へ続く。じゃあ判定どうぞ。スキル使う人を。軍長を使用。発動条件はあまたの虫や鳥を呼び出す。アントマン、今すぐ来てくれ。アントマンが呼び出したアリの群れに乗って逃げてく。逃げてくのかよ。何しに来たんだ。他にやることがなければ成功値の算出に移りますが。5、5、3、2。ダメージがある人は自分の命運を減らしといてください。私からのダメージは今回はなしで。で、逃げてったと。逃げてった。何が起こったんでやんすか。何しに出てきたんだ。目覚めた以上も空へ飛んでいく。ああ、納品した野球人形が。そしてそこにいるのは我がメガネ一族を滅ぼした神聖。儀式しているところなので周りに神聖の部下はたくさんいます。危険な状況ですね。まずい。しかも召喚されてるからね。味方がいねえ。あいつはなんだ。拘束しろ。は、おい、こっちに来い。うわぁ、なんでやんすか。牢屋に入れとけ。うわぁ、匂い飯は嫌でやんす。安心しろ。国際法だ。そして T-1000、よくぞ来てくれました。ジョンコナーはどこだ。情報をよこせ。奴は朝廷のトップです。どうかお力をお貸しください。いいだろう。あら、召喚は無事終わったみたいね。メイトリクス、そこにいるのが例の。ああ、後輩だ。プログラムは同じだな。じゃあまた判定しようか。早いな。私まだ何もしてない。配下に追いかけられているってことで。いたぞ。逃がすな。ふん、俺が逃げると思ったか。アイアム、竹見和地、神だ。この戸塚の剣で投げ払ってやる。ハンマじゃねえかー。追っては投げ倒されました。じゃあ判定どうぞ。スキルやらなんやら使う人はどうぞ。じゃあ視力を発動。プログラムを更新した。敵を追撃する。バイクを持って空を飛んで追いかけます。どっちかにしろよ。じゃあ俺も同じ視力を発動。ヘイムダル、頼む。この事態を報告するためにアスガル。高間の腹へ帰る。アスガルドと言いかけたぞ。達成値どうぞ。6、3、2、5。今回の私からのダメージは、安田に1点。ガンガン減ってく。で、そう追っているの。バイクでな。アスガルドまで来るの。神だからな。とつかみだ。ところで、良いバイクに乗っているな。数少ない劇中のセリフなんだけど、ちょっと後ろに乗るわ。ちょっと、地上に置き去りにされたんだけど。3人アスガルドにいる中、1人牢屋に。で、舞台はアスガルドに。きっとこれはロキの仕業に違いない。ロキはどこだ。またロキかよ。そして我々もアスガルドに到着。貴様ら。何者だ。じゃあサングラスを取って、緑色の服に着替える。ここで着替えるのかよ。そしてライフルを構え、お前こそ誰だ。私はここの番人。ヘールダム、お前らをここから通すわけにはいかぬ。ジョンコナーはどこだ。ここにはいない。私の戦利眼によると、アメリカにいる。アメリカだと、アメリカとは平安京のことか。そうだ。ちげえよ。平安のどの州にいる。バージニア州か。どこだっけ。ターミネーターにてジョンコナーいたの。覚えてねえ。どこだっけ。ロスあたりだっけ。今私はどうやって牢屋からアスガルドにワープしようか考えています。それでジェニーはどこだ。ここにはおらぬ。さあ帰るのだ。諸君らの求めるものはここにはない。今帰るのなら客人として扱おう。舐めてやがるな。よほど愉快な死体になりたいと見える。このアスガルドは神の国。貴様らの常識は通用しねえと思え。オーケー、ズドン。そろそろ判定に行こうか。安田は何してるの。牢獄での文字書いてます。じゃあ安田の元に女性が面会に来る。聞いたわ安田。なんでも大統領候補の弟を射殺したんですって。なんでそんなことを。なんだっけそれ。プリズンブレイク。そこにもう一人の面会人が。もう一度コマンド部隊を編成したい。君さえ戻ってきてくれれば平安京を一緒に倒そう。考えてみたまえ。残り一生この牢獄で過ごすか、我々と協力するかだ。よし、いいだろう。いやよくねえよ。俺の目的こいつらを倒すことだよ。入っちゃダメじゃん。さあ、どうする。お前らには後悔してやろう。クソ。
そったれ。なるほど、それが答えか。はい、判定いくよ。転入で振り直します。副用使ってデメを1下げよう。さて、スキル使う人いる。使うためにロールプレイを入れよう。安田の元に手紙が届く。安田よ、今晩0時ジェットにその牢屋は停電する。復旧するまで30分かかるだろう。その間に脱出するのだ。停電って時点で何かおかしい。電動装置を発動。発動 RP は電光を自在に操る。この刑務所に雷が落ちる。なんだ、非常用電灯が落ちたぞ。所長、セキュリティも全部やられました。このスキルで私の新一値にプラス3。さて、達成値算出どうぞ。6、13。高。4、1、引く。ダメージ食らって命運残り2なんですけど。これで割れ道終わったから、一回マクマに入りますよ。CM タイムだな。今週の午後のロードショーは、今週もセガール祭り。そう。ぬえ鏡あるなら事前に用が見まくるべきだったな。見なくていいんだよ。次回へ続く。じゃあ隙間の処理に入ります。好きに因縁を取ってください。ノブニシにロバート、ブルースター将軍、メートリクスに T800、T1000にメカカメだ。玉物前にジョイコナー。違うよ。次に持っている因縁の内容を一つ変えることができます。終わりましたね。転入か命運を一点回復してください。特にダメージ食らってないな。なんでみんなそんなにダメージ食らってないの？もうボロボロなんだけど。それは君のキャラ選択がいけない。GM がダメージ誰に行くか考えた時に、T1000、メートリクス、そう、メガネだよ。そやメガネにダメージ行くだろう。そうだよ、そうなるわな。平安京は屈強な男じゃないと生き残れん。ちょっと平安という字面に囚われてた。次のぬえ鏡ではちゃんとターミネーター全部見てくる。気づけ。お前それおかしいからな。じゃあ次行こうか。うわぁ、無視してー。フォックスリバー刑務所の停電無視してー。思いついたロールプレイの邪魔。ぬえ鏡はやったもん勝ちよ。我々の差し伸べた手を払いのけたお前が悪い。これがぬえ鏡。バルボッサ風に言うと、まず平安京にいるだけで PC を作るのに何の条件もなかった。よって何の義務もない。そして第二に、プルフとか他のやつだったら自重するけども、これは違う。そして第三に、平安京という設定は規則というより、どちらかといえばただの心得。ちげえよ。ぬえ鏡の世界にようこそ。次のぬえ鏡はパイカリだな。決まったな。で、これからどうするの？刑務所から脱出するか、停電の中、地下道を通って脱獄、空気。シャバの空気だ。しかし俺は無一文だ。ここからどうすれば、もう俺なんなんだよ。ヤンスすらつけなくなった。もっと混沌に突き落としても。いいよ、やってしまえ。しつけ盗賊改めである。平安に戻ってった。何を言う、江戸時代だ。脱獄したと聞いた。神妙に縄につけ。もう一回捕まるのか。両手を頭の後ろに置いてひざまずけ。くそ。ここまでか。連れて行け。で、そっちはどうなっているの？む、どうやら層が君ら大呼びらしい。行くがいい。いいだろう、案内してくれ。ちょっと待ってくれ、着替える。I'll be back。もうどっちだよ。ようこそ、神の国アスガルドへ。そこに鎖で繋がれた安田も連れられてくる。全員揃った。我々はお互いを誤解していたのかもしれない。俺たちは敵同士じゃない。まず、安田の目的、朝廷転覆計画を阻止する。次に T1000の目的、朝廷を倒す。そしてメートリクス、朝廷転覆計画を阻止する。そして俺の目的は、朝廷転覆計画から家族を守る。一見対立しており、全員目的を達するのは不可能に思える。そうだよ。だが違う。違わないよ。朝廷転覆計画とは、信西と滝夜叉姫の計画だ。そうだね。まずそれは阻止する。完膚なきまでに潰す。その後、奴らではなく我々の手で朝廷を倒す。え、これで朝廷転覆計画を阻止する。朝廷を倒す。二つ同時に達成できるわけだ。私はジョイコナーを抹殺するようプログラムされている。それさえ果たせれば問題ない。いい加減うざかった上司を抹殺できるよ一回だ。これで俺もこんな革じゃなくて、サングラスをかけてまでロールプレイをしなくて済むというわけだ。俺は捕らえられていたところを連れてこられたみ。俺に意見する自由はない。一回このメガネという殻を脱ぎ去っていいかな。ぬえ鏡は自由に死ねるから、一回死んで同じデータで新キャラ出せばいいんじゃない。おいおいやっていこう。竹見和知識のが能力的だ。じゃあ一回判定しようか。あ、20出た。20、17が出たぞ。おい GM。スキルどうぞ。こんなこともあろうかと仲間を用意しておいた。軍長を発動。俺の仲間。午後ロードショーからやってきた大群の動物たちだ。旧映画の力で朝廷を倒そう。アタックザキラートマトのトマトも呼べないか。いいだろう。アナコンダも呼んでくれ。オーケー。プテラノドンも頼む。最高だ。あとはサメを呼べば陸海空が制覇できる。サメだけで陸海空を制覇できる。他にスキル使う人を。使う。発動条件は、任意の人間の姿になる。俺が目の前に。敵戦が化けた人間は殺される運命にあるのだ。安田死んだ。死亡として扱ってよろしいでしょうか。はい、死にました。では安田はキャラロストになります。
よし、じゃあ新キャラ作ろうぜ。この状況で適合できるキャラが思いついた。コナンザブレードだ。シュワちゃんが増えた。これ絶対そのうち全員シュワちゃんのキャラ作るやつじゃん。できるもん。じゃあコナンザブレードの導入いきます。俺はノブに死に一族郎党皆殺しにされ、奴隷が欲をさせられてる、あのよくわからない棒を押している区域を強いられている。とりあえず誰かがこの奴隷を解放してくれるのを待ってるから。聖戦、なぜ安田を殺した？協力を誓い合った途端に。奴は朝廷のスパイだ。む。奴の死体から、これは FBI の身分証、まさか朝廷の犬だったとは。弱く見せかけて優秀なスパイだったようだ。だが、もう死んだ。さて、朝廷を倒すにはもっと戦力が欲しいな。地上に当てがある。しばし別行動を取らせてもらう、と言ってそうは飛んでく。我らも地上に帰るか。バイクを取ってこよう。バイクで帰れるのか。判定どうぞ。記憶を発動、バイクに乗って空を飛ぶ。俺も乗せてくれ。ET みたいか感じで平安京へ帰っていく。これでみんな平安に帰ってきたな。さすがにいつまでも平安以外を舞台にするのは良くないからな。じゃあ次の道。囚われているところに僧が新たな奴隷として収容される。新入りか。いや、私はお前をここから連れ出すためにわざと捕まったのだ。その代わりに朝廷との戦いに加わってくれ。お前から並々ならぬ力を感じる。まるで神のようだ。ちゃんとこの刑務所の地図も用意した。どこに？ここに。プリズンブレイクじゃねえか。次回へ続く。さあ、脱獄するぞ。私はクロムの神しか信じないが、今は一人の人としてお前を信じよう。そこにバイクで乱入。なんだこの鉄の馬は。サラコナーを助けに来た。よく来たな。お目当ての人物はここにいるぞ。サラ、コナンだ。どうも。今貴様はターゲットではない。警報が鳴ります。む、急がなければ、さっさと出るぞ。この刑務所の至るところに爆弾を設置した。爆発させよう。刑務所が爆発し、爆風の中から4人が歩きながら出てくる。ここ予告編で使われるシーンだな。判定どうぞ。スキル使う人はどうぞ。悟り、押しよう。発動 RP は相手の考えを読む。俺はちゃんと下調べしてきた。この刑務所から続く3つの道の中、警報が鳴り、パトカーが来るのはそのうち2つだけだ。まずパトカーねえけどな。これで宿用を消費し失敗の出目を振り直せる。あ、失敗のままだ。もう1つの道からもパトカー来るぞ。このマンホールの下に逃げ込むんだ。マンホールもねえよ。あ、マクマに入ります。因縁取得どうぞ。コナンに、リンカーン。コナンに、サラ、コナー。同じく、聖戦に、鉄の体。持ってるやつも変更できます。ノブニシに、サルサブーム。ノブニシに、カンパニー。変えなくていいや。同じく変えない。で、これからどうするの？残りの道は2つでしょ。1つで朝廷転覆計画を阻止して、最後に朝廷倒して終わりでいいんじゃない？それだな。奴らは土蜘蛛を復活させようとしてるんだろう。土蜘蛛塚の場所はわかっている。よく知っているからな。さて、どうする？私は今回朝廷計画を阻止するためにある人物に会いに行ってくる。久しぶりだな、ストレンジ。ドクター出てきた。君に朝廷を倒すのを手伝ってほしい。朝廷を倒したらすぐアスガルドに帰るか。ああ、なら力を貸そう。繰り返します、繰り返します。コマンドー。戻ったぞ。こちらダブル X2448、フランクリン、カービィ将軍に緊急のメッセージです。軍を呼びます。なんで軍を呼ぶんだ？まずはトップを殺す。滝夜叉姫のところへ向かおう。そこにヘリが飛んでくる。そこに乗り込み、降りるんだ。とヘリを奪う。俺は見たことのない高い構造物や鉄の箱が走っているのに驚き、鉄の箱の説明書を読む。どこで使い方を習った？説明書を読んだ。判定どうぞ。スキル発動するならどうぞ。滝夜叉姫たちは土蜘蛛を大量に呼び出そうとしてるんだよね。100を超える土蜘蛛を呼び出そうとしてます。じゃあ、はははは、なった。100を超える土蜘蛛たちが召喚される。朝廷も終わりよ。現れよ、土。すり替え終えたのさ。土蜘蛛じゃない？誰だお前らは。地獄から来た男、スパイダーマン。100の土蜘蛛の代わりに100の世界のスパイダーマンが平安に。スパイダーバースかよ。ふ、ストレンジを仲間に引き入れたのはこのためよ。土蜘蛛召喚の儀をスパイダーマン召喚の儀にすり替えてもらったのさ。そして100のスパイダーマンは滝夜叉姫と新西の軍勢に襲いかかる。チェンジ、レオパルドン。く、どうなっている？土蜘蛛はどうなった？ノブ西の上空からヘリが、ヘリから聖戦が降りてくる。お前は、滝夜叉姫の居場所はどこだ？いや、教えねえよ。いや、まだこいつらは俺を味方だと思っているはずだ。ああ、そういえばそうだった。滝夜叉姫の居場所はどこだ？ああ、それは、教えます。教えてくれてありがとう、ラン。ノブ西撃破。殺したノブ西に化ける。そして滝夜叉姫の元へ。ノブ西は死亡しました。まず一人。滝夜叉姫は俺にくれ。ああ。達成値どうぞ。3、3、2、5。あれだな、土
ステルス性と殺傷力が高すぎて、能力フルに発揮したらすぐに殺しちゃうな。平安時代に平然に対抗できるやつなんてそりゃいない。オーバーテクノロジーすぎる。じゃあ次。とりあえずザコどもは電柱に蜘蛛の糸で縛り付けられています。明日の新聞に載るな。じゃ、僕らはこれで帰りますね。それぞれのアースに帰っていった。俺は米軍と共に滝夜叉姫の上空からパラシュートで降下。お前は。メートリクス、なんだその部隊は。クラマ山に駐屯しているアメリカ軍、カラス戦部隊だ。まだ部下だと思ってるから戦力を集めてきたと勘違いしてることだろう。よくこんな戦力を集めてくれたわね。褒めて使わすわ。とんでもねえ、待ってたんだ。ああ、またすぐ死んだ。すぐ死んじゃったよ。強い強い強い。いや、本当はもっといろいろロールプレイ考えてたんだよ。だけどさ、条件反射で、だってもう言うしかないじゃん。よし。これで強制転覆計画は不正だ。あとは強制だ。次回へ続く。じゃあまあ判定どうぞ。誰かスキル使う人を、なければ成功値算出いきますけど。3、2、3、8。はい、じゃあ最後の道です。これでミッションの 50% は達成だな。とりあえずスパイダーマンとストレンジは帰った。軍も帰った。帰ったの。一回綺麗な状態に戻さないとね。ちょっと平安から離れてたから一回平安に戻す。リセットしてところで朝廷を倒しに行くか。さて、作戦会議と行こうじゃないか。どこから侵入する？ジュン、この浅い殺せればどのような方法でも問題ない。ならば火を放てばいいのではないか。朝廷には普通に働いている人もいるんだよ。ならば、朝廷のトップ、朝廷を乗っ取り、裏で操っている玉物前。ジュン、コナーを倒そう。って玉物前がジュン、コナーって男かよ。確かに。ぶっちゃけここまでの出来事からしたらもっと突っ込べっ箇所がある。しかしこのまま朝廷を倒すのは前にやったのと同じ感じになっちゃうな。確かに。そこでもっと朝廷の感じを変えるのはどうだ。朝廷はすでにスカイネットに乗っ取られ、全員ターミネーター。それ収集つくのか。むしろ朝廷を倒した後に、なんてことだ。こいつら、ロボットだったのか。で、エンドロール。なんか普通にありそうな終わり方を。そしてエンドロール後に、ぬえ鏡は帰ってくる、とテロップが。もうそれか。それで行くのか。割とありなんだよな。ここまでターミネーターできてるから。コマンドじゃないの。コマンドでもいいけどね。玉物前の正体がベネットで俺が1対1で戦えばいいんでしょ。まあここら辺の話は幕開にやろう。そうだよ、まだコンパクだよ。とりあえず都に行こう。判定行きます。スキル使う人いなければ算出。6、7、0、2。マクマの処理入ります。ノブミシは死んだので玉物前にサルサブーム。滝夜叉姫も死んだ。あいつらよくあれで朝廷を倒そうとしたな。11発で死ぬくせにラスボスを気取るな。知らねえよ。そうに潜入。で、ここからどうするの。堂々と行くか。正面突破か。この手に限る。京都に到着。朝廷は結局ターミネーターなの。別になんでもいいけど。朝廷をどの程度の強さに設定するかよね。ロキでもウルトロンでもなんでも来い。結局玉物前はジュンコナーなの。ロキなの。ジョンコナーに変装しているロキだという可能性。ロキなら一撃でやられんだろ。ロキなら道3つは戦える。ロキが宇宙人と組んで朝廷を支配してるのか。見ろお前ら、この都にいる連中人間じゃない、 X 星人だ。なんでだよ、なんで X 星人がここで出てきたんだよ。1ミリも話題に出てなかっただろう。待ってくれ、弁明させてくれ。宇宙人が朝廷を乗っ取ってるってことは、人間に化けてるってことだ。ロキと組んで立ち倒りにそんな力はない。それで人間に変身できる宇宙人を考えてたら、ついゴジラファイナルウォーズが頭に浮かんで、気づいたら口から、見てください、この採取したケツ、地球上のどの生物のものとも一致しない。血が緑色だ。それでハジュンコナーではないということか。ジュンコナーは X 星人だった。もうジュンコナー誰だよ。誰でも関係ない。ジュンコナーであることに変わりはない。なんか T 線を利用するために片っ端から敵をジュンコナーと言い張ってる気がしてきた。いやあれジュンコナーだよ。ほんとだってば。とにかく乗り込むぞ、む。見ろ。空に円盤が現れたぞ、む。巨大なエビが出てきたぞ。ははは、見たか兄上。私は X 星人を支配し、怪獣を自在に操る。ふん。怪獣だと。強がるな。そちらに怪獣に匹敵する戦力はいるのか。こちらにはハルクが、ハルクがエビラに襲いかかる。平安大戦争。ハルクがエビラを持ち上げ振り回す。ほう。やはりエビの怪獣だけではダメか。全員呼び起こせ、総攻撃だ。ジラ、ヤドン、アンギラス、ヘドラなどが現れる。じゃあ俺はハルクが戦っているエビにとどめを刺すか。悪いな、エビは嫌いなんだ。ナイフを突き立てる。怪獣が神に勝てると思うな。判定どうぞ。しかし、完全にファイナルウォーズになったな。X 星人が頭に浮かんで。思いつくだけにしとけよ。口に出すなよ。スキルあるか、ないなら算出。3、6、1、
1、ダメージ1点食らう。同じく1点食らう。私からのダメージはコナン以外に1ダメずつ。さあ続きどうぞ。ねえ知ってる、帝国の逆襲って昔の映画なんだけどさ、雪の惑星でウォーカーをこう転ばせてたんだよね。怪獣の足元に糸を巻きつけて転ばせる。今だ、無人在来線爆弾発射。ロキ、これでお前の怪獣は全滅。覚悟しろジョンコナー。いや、まだだ。朝廷の地下から階段が出てくる。お前ら待たせたな。メートリックスが 5.5 に乗ってやってくる。さらにその横からヘリキャリアが。なんかいろいろ出てきた。まあいいや、とりあえず判定いきます。うわ、手目悪い。電流で振り直す。こっちも振り直す。よし、まだマシになった。地球を使用する。嘘武器を発動。対象に嘘を突っ込む。そう、あの怪獣お前のハイマーをぶぶっつけたぞ。何？ヘリキャリアからジャンプ。そして外岸の真上でハイマーを落とす。これで外岸の首が落ちた。そのまま貫通しそう。残る破壊がアキドラだけだな。空から隕石が飛んでくる。まずい、隕石か直撃したら地球が。その頃隕石内では娘を幸せに。それがお前の仕事だ。ずるい、ずるいや。ああ隕石が爆発していく。ちょっと待て、今何があった？我々が戦ってる横でアルマゲドンがあった。誰がやったんだ？そりゃ平安の人々だろう。爆発した隕石の中からカイザーギドラが。しかしまだロキも残ってると考えると尺がないな。尺の都合といえば、尺を何とかしてくれるヒーローが。地獄から来た男、スパイダーマン。チェンジ、レオパルドン。もう放送時間がない、さっさとやるぞ。ソードビッカー。カイザーギドラは爆発資産。一撃。尺足りないからね、仕方ないね。じゃあ最後の判定どうぞ。地球を使う人。地脈冷気を発動。発動 RB は地形を変える。ロキに思いっきり雷を落とし、その衝撃で地形が変わる。うわあ、ロキやられた。見事朝廷は打ち倒されました。これプレデターだ。え、これエンドロール後にプレデター出てくるの？じゃあエンドロール後に朝廷の跡地にチャラい学生たちが。こんなところに何があるの？廃墟だぜ、なんかあんだろ。え、私怖い。何あれ、卵。こんなでかい卵ないでしょう。カタカタ言ってるよ、生まれるんじゃない。何が生まれるんだろう。卵から出てきて映画が終わる。ご視聴ありがとうございました。これにて本動画は終了です。これだいぶ前のセッションだったので内容あんま覚えてなかったんですが、録音聞いてて意味不明でした。それではみなからのコメントどうぞ。本シリーズを作るにあたってお借りした素材元様、最後まで見てくださった視聴者の皆様、誠にありがとうございました。次回作は Twitter で DDD とか言ってましたが、気づいたら次で通算100シリーズ目なんですよね。節目なので何にするかはまた考えたいと思います。100シリーズ行ったのも皆さんのおかげです。全シリーズ見てくださった方々は本当にありがとうございます。それでは今回はこの辺で、次回作でお会いしましょう。